ミッション、それちゃんと持ってね。よし、来たよ来たよ来たよ。うわ、見て、ほら、うわ、ハネです。マリーです。ようこそ、ハネマリの世界へ。今日は予防接種です。ハネちゃん、こんなに大きくなりました。そしてレオくんも予防接種します。あとはもう3匹一緒に予防接種します。ラインついた。今はココとレア何の状態でしょう。レアちゃんが見つかる。これちゃんと持ってね。15.1 ですね。ちょっと落ちないように。はい。ですね。大丈夫だった。でも偉いね。もう慣れちゃったよ。いけるじゃないのあんた。もう。なの男に照れてる。今日はナナちゃんは狂犬病ワクチンをします。ナナ、ここにお注射1個取ってたんだよ。見て周り。マリマッサージ。見てこの目、気持ちいいって言ってる。よろしくお願いします。お願いします。さあ、奈々ちゃん、今日初めての狂犬病のお注射になるんですね。はい。今回の注射は少しだけちょっと染みる注射なんだけどね。はい。頑張ってみようね。はい。痛い痛い。痛いの？うん、早く。大丈夫だ。めっちゃ痛いって。ちょっと痛いって。なんだ、もうここにぐずって刺すだけだから。お願いします。お願いします。ナナちゃん注射打つよ。あの、お姉ちゃんちょっと前の方、ここ持っててもらうか。飛び降りないように。ちょっと痛いよ、頑張って。大丈夫だよな。大丈夫だよ。寝ないな。終わったよ。ナナ終わったって。終わった終わった終わった。ナナ終わったって。じゃあこれでおしまいですね。はい。じゃあまた少し交代です。早っ早っ。次、レオちゃん外していくよ。レオ頑張る。いってらっしゃい。
10キロになったの、はい、うわ10キロですね。こうやって体を触って、こんなに太ったの。まだ大丈夫だけど、ここのところの肋骨が触れなくぐらいになったら太りすぎだから気をつけてね、はい、おー、品沢の子はちょっと太りやすいからね。レオくんは咳がつき始めたのかな、ちょっと、はい、で、息消してみるよ。咳、どのぐらいバイキンがあるか、はい、ピンク色に染まるから、見てこれピンク色のバイキンのところ、バイキンだよ、うん、咳のところ、これだけついてるよ、ほら、うわ、見て、うわ、はい、じゃあ、ちょっとワクチン前のうんち検査しましょう。ちょっと嫌だなと思って、頑張ってね。レオも恐怖恐怖症なの？大丈夫だな。じゃあちょっと飛び降りないように見てくれ。大丈夫だから。そうでした。病院だから。上手。レオのね、怪我を治すの。これレオ、耳の後ろに下げたらね、アザラシだよ。アザラシ。もうレイちゃん可愛い。もう触りたくなっちゃうけど、あ、どうしようどうしよう、どうしよう、もう触っちゃう。頑張るよ、レオ、うん、いや、すぐだから、ほら、ほら、もう終わったよ、すごい、レオ、もう終わったよ、オッケーだよ、レオ、上手。ココちゃんと帰ろうか。はい、じゃあココ連れて帰ろう。体重は 5.5 キロなんで、前回と変わらないです。はい、はい、じゃあココちゃん、スリムだね。はい、頑張って。コちゃん太り気味かもしれないね。はぁ、コちゃん太り、うん、こう触った時に、はい、普通にこう座った時に、今度肋骨ここの真横のとこね、ポニョポニョしてるのはちょっと太りすぎ。コちゃん太ったよ。ちょっとここのとこ軽く触って肋骨がね、触れるぐらいがいいんだよね。はい、あとお耳がちょっと赤くなってるから気をつけてね。怖い怖い、大丈夫、コちゃん大丈夫だよ。頑張ってるからさ。普通に注射するだけやろから。じゃあコちゃん、じゃあバイキンチェックするから。全部バイキンだ。うわ、見て、バイキンだらけだ。ああ、よくよりひどいかもしれないね。そうですね。そうだね、あるね。ああ、大変だ。この子の場合は、前の方もあるから気をつけないと。こうやって、はい、指歯磨きしてもらうだけでも随分違うから、今からやってみようね。はい、わかりました。うん、じゃあ歯磨きだ、うん、いきなり歯ブラシだと怖がっちゃう。はい、コちゃん頑張って。ほら、あの二人だって我慢してんだよ。はい、良くなった、すごいじゃん、ね、頑張ったね。コちゃん頑張ったね。コちゃんのうんちも見ちゃった。コちゃん落ち着かない。あ、でも悲しい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 。来たよ来たよ。静かにしてみようか。お値段誰よ。あ、できた。できたじゃん。できたじゃん。できたじゃん。行きたい、行きたい。こっちゃん、頑張ったじゃん。頑張ったね。偉いじゃん、こっちゃん。こっちゃん、偉いじゃん。ママがいい。こっちゃん、今無表情な。みんな終わったね、無事に。はい。